しょ。こっちは24種類ちょうどいいよ。ちょうどいいよね。はい、ブルボンポチ。映画の形が変わる。これは縦型映画だけが集まる映画祭。カット。目との距離、高まる没入感。縦に広いの？横に狭いの？ベッド、電車、カフェでだって見られて、撮影手法なんてまだ何も確立されていない。てか、映画って何なんだろう。開催は今年で3回目。名作は生まれようとしている。新しさはいつだって制約が連れてくるから。縦型の幕はもう開いているんだ。縦型映画を主役に TikTok 東方フィルムフェスティバル2023作品募集中。朝目が覚めるとタイだった。あれ、なんか馴染んでる。なんか歌えるし。また仕事手伝おうか。なんか余裕じゃん。出た、クボタ。クボタは世界の農業と豊かな生活を技術で支えています。続く。24種類ちょうどいいよ。ちょうどいいよね。はい、ブルボンポチ。自分がヒーローになったような没入感、グッときましたね。とにかく戦闘シーンがかっこよくてめちゃくちゃ入り込みました。こう湧き上がってくる興奮感、高揚感、足の裏を合わせるシーンとかバビューンじゃないですか。わーって想像をはるかに超える興奮を、日常生活では感じられない五感を刺激されるというか、新鮮なヒーロー像。ザ・フラッシュ、本当に映画館で見てほしい映画だなと。なぜスーツを着るのか。未来へ進むときにスーツを着る、気持ちを前向きにしてくれるから。スーツは進む人の味方なんだ。スーツを前へ、青木。美肌を保つ鍵は肌の修復力にある。美肌菌に着目した敏感肌用修復美容液誕生。肌を強くする修復成分を配合、肌の厚みをふっくらと修復し、ツヤのある美肌へ導く。 Dプログラムインテンスエンリッチングセラム。マスク取ること増えてきたしね。自分の健康は自分で守らないと。飲むのよ、おいしい免疫ケアでしょ。やるね。体を内側から守ろう、おいしい免疫ケア。私もそろそろ引退だ。父さん、お前には資質がある。私の後を継いで社長になる。実は僕転職するんだ。うっそ。人の役に立つ仕事がしたくて。人の役に？インディードで見つけたんだけどね。またインディード。転職面倒かなってためらってたんだけど、冒険しなきゃね。お父さん止めたりしないよね。あやみ、冒険好きだもんね。いい未来は探せる、インディード。頑張ってこい。何？お父さん大事な話って。いや、まだ先の話だが、私が社長を退いたらお前に会社を継いでほしい。私転職するの。はい？編集の仕事。急すぎだぞ。急に見つかっちゃったんだもん、インディーの見てたら。だからってそりゃ不安だよ、お父さんも会社辞めるの。だろ、ちゃんと考え。でもこの本が背中を押してくれたの。いい未来は探せる、インディード。頑張れよ。ついにドラマ最終話、キャストの皆さんお疲れ様です。野中選手、クライミング銀メダルの野中美穂選手。三井不動産がサポートしている野中選手だよ。三井不動産はスポーツにも力を入れていて、クライミング以外にもバスケットボールと車いすラグビーを応援しているの。車いすラグビー好き。でもなんで三井不動産が？町づくりにもスポーツの力を活かしてるのよ。そういえば鈴もバスケ好きだよね。元バスケ部です。つながってるね。確かに。ビーザチェンジ、三井不動産。会議の資料見てもらえるかな。家でまとめてみた。拝見します。お願いします。貴重面な資料だな。本
当に真面目で堅実な子ですからね、お姉ちゃんは。本当にそうかな。真面目な人間ほどその殻をぶち破る刺激を求めてるもんさ。何を根拠にそんな。ロト、モネちゃん、なんでこんなもの。さあ、なんでだろうね。なぜここにロト。こういうの初めて。最高10億円、ロト、売り場、ネットで。新しく入ってきた彼、ちょっと危険だと思うんだ。コウジさんのこと？いまいち信用できないというか、もう何か企んでる顔してるよ。そうかな。こりゃモネちゃんのために言うんだけど、ああいう人には近づかない方がいい。マークされたらとんでもない目に。あ、してるよ、マーク。あー、コウジさん。マークしてこそ夢に近づける。ナンバーズ、マークしといた。この数字、私の誕生日。君の誕生日も。え、なぜ。月から金、毎日抽選、ナンバーズ、売り場、ネットで。くるくるくる、オファーくる。グリグリグリン、グリングリン。くるくるくる、オファーくる。グリグリグリン、グリングリン。企業からオファーくる、グリーンならくる。転職にグリーン。気軽に登録しちゃいなよ。するとヤバいレベルのオファーが来る。そしてつい転職してしまう。あっ。グリーンはやばい、やばやばやばい。グリグリグリーン、テン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 テテンテン。グリグリグリーン、グリングリーン。テン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 テテンテン。グリグリグリーン、グリングリーン。テンテン転職、グリグリグリーン。転職にグリーン。難しそう。営業しよう。こんなのもいいな。あ、でも黄色もいいな。いやー、めっちゃ緊張する。まっすぐ。ペタペタ。よし。あ、めっちゃいい色。やば。めっちゃ可愛くない？すごくない？もう一プロ行きますか。夏が立ち止まる、風が舞い上がる、君が駆けてゆく、ここは Precious Summer Time。 もし一日だけ人生のどこかに戻れるとしたら、あの夏の午後がいい。午後の紅茶、夏が香るアイスティー。カーボンニュートラル、耳にしたことありますよね。地球温暖化を防ぐため、私たちは CO2 を削減しなくてはいけません。そこでアスゼロ。アスゼロは CO2 排出量の見える化、削減、報告、クラウドサービス。まずは CO2 排出量の見える化を実現。特許取得の AI によるインボイス自動読み取りやシステム連携で、手間なく一瞬でデータの入力、回収、算定を自動化。続いて国内初 CDP 認定のサステナビリティコンサルタントが伴走し、スコープ3サプライチェーンの CO2 の具体的な目標設定や削減手法を提案。さらにカーボンクレジット購入やイニシアチブ報告書の作成もご提供。脱炭素パートナーと連携したワンストップソリューションのスコープ3サプライチェーン全体の脱炭素化を実現します。カーボンニュートラルに向けた課題はアスゼロで全て解決可能。これは明日の地球のための企業の責務です。明日の CO2 をゼロへ。